どうもこんにちは。寒暖差アレルギーで鼻水が止まらない魚です。もうサムネでお分かりでしょうが、今回もドッキリやります。村人100体増殖ドッキリ。まあ村人はね、自然に増えるもんですから、あの2人はね、まあ勝手に増えたもんだと思い込むことでしょう。てなわけでね、本編スタート。いや、前回ね、やっと村人の治療ができたということでね、今回はね、村の整備とね、自分たちの家を作っていこうという、そんな回でございます。よろしく。よーし、やっていくか。はい、わっちき。じゃがいもを捨ててどかすんやな。どこに作ろうかな、うん、あとできたらエンチャ代もやりたいんだよね。ちょっとサトウキビ取ったけど。あそうあれだね、ちょっと木材集めようか。なあ、そやね、木はね、鉄おろ。あ、これ多分魚の死体かとかですかね。前々回から。じゃ、ここの森あれやな、なんかゾンビが影になってるからずっとおるな、これ。ああ、これめんどいな。鉄の斧作って、また子供生まれて。飯とか大丈夫？大丈夫。パンあるよ、パン。じゃがいもいっぱいあるわ。あ、オッケー。キキロー。本切ったらめっちゃ取れるで。これ高いとこ邪魔だな。火つけるか。おお。これ取れねえ。燃やしたろ。一括破壊がねえからな。あったらいいけどな。本当に。熱っ。あー、木じゃなかった。放火魔あった、火打ちし。ちょ、マジこの手前のやつ燃やしてくよ。おー、いいよ。け、木もあれやな、あの村の中に植えてもいいな、もう一回。あー、確かに。ただこれ、このダークオークは4本だっけ、苗木が。あ、いるの。うん、普通のオークがいいかも。あ、そうなの。ちょっと待って、村人こんな多かったっけ。あの、あれは無限じゃない、今あのドアが少ないから。やば。ちょっと待って、やば。え、あれ、クリエイティブ。クリエイティブ、これ。あ、ビーカーポイントいいですか。村人が増える。やったやったな。やったな、あいつ。あ、これやったな、これやってるわ。これやっとるな。あれ、くっそ。あの、増え、限度を考えろ、もうちょい。いきなり増えてるね、増えすぎだわ。限度を考えろ、もうちょい。もう、数ちょっと、あと半分以下にしとかったら、ちょっとバレるんだかもしれんけど、もうギチギチやないか、村の中。くっそ。くっそ。今回はですね、バレずに村人100体増やせるかでした。100体は、あの、100体は無理やわ。今50一気に行きました。一気に行きすぎたな。バレたか。穴掘ってそこに100体入れるんやったらまだしも。くっそ。あ、これは多いわ。さっき子供1匹しかいなかったけど、いきなり何十人みたいな。やばすぎや。くっそ。木切ってちょっと競りしに行くかって帰ろうとしたら、びっちりおったの、村人。無事。むずかったか。くっそ。小村人が死ぬほどおるやねんか、これも。めっちゃ考えたんだけどな。これは難しい。やべえ、めっちゃおる、邪魔だ。無限だからとか言っとけばいけるかなって思ったんだけどな。
むちゃや一瞬止ま固まったら見えないんだなんか重たいなと思ったな途中最初クリエイティブだってバレなかったからやべえ、あれはもうな予想できないわ。もうそっからもういろんな予想ができるようになったから無理だ。最初もだってあれラグイラグ言うとだからマジでラグインかなと思って、飛んどっても何も気にしなかったから、ね、実はこのワールド1から作っとんのかもしれない大変だよもうこのドッキリやってみたいなやつコメントもういっぱい来るからもうそれもう同じのできないからね書かれたらそうやな、俺も見合いようにしようけどそのコメントもしゃがめばこれベッドの上出せんの。あそうなあ、いいねベッド燃えやし、しかもおう寝とるやつだけが助かるシステムやそれすげえ、なんで寝とるやついけるの意味わかんねえな。危ねえ危ねえ危ねえ、とりあえず適当に作ってみたらこうなりましたって感じでしょ今回だなコンセプト考え出すときりねえもんな、こういうのって細けえとこまで考えて、うん、釣り堀とかそうや、うん、ある程度のところでもうこれっていうのがないと無限にやっちゃうから、これ始めると終わらんぞ、重っこっちがこれ明らかに火事すごい重いやってる？え？何が？ケイシー。やるやる。え？俺やってる。ケイシーなんかやってんの今回。なんも。だよ、分からんねやけど何やっとる。クリエイティブ俺しかできないからな。おう、権限が。ああ、家の方ちょっと燃えてきたかもしれない。消そう。やばいやばいやばい。やってる？火事。火事はやっとる。蜂の巣いっぱいある場所とかも作りたいな。あーいいね、蜂もあれ以来触れてねえな、それも。もうあれで終わった。いらっしゃい。あーいいね、ぽいぽいぽい。スケガネの人がおる。ネタでやったんだけどな、銭湯みたいな。いやでもこういうのあるじゃん、よくね。おーあるある。おーありがとう。もっとでも薄くか広くでもいいかも。あそれやったらさ、1個ベッドここ置いといて、なんか出れないやつ1人ここに固定の受付の人みたいな。やろうぜそれ。いいな。なるほどね、ちょっと広がってきちゃったな。柵じゃないんやんな、やっぱそれか。これでサイド柵でもいいかもね。あ正面だっけ。ちょっと一旦ここ置こう。あ来たー。あこれもあそこ実績なんだ。あランタンもいいな。これやっぱ他人が置いた方がなんかよく見えるんだよなそうなんやな、自分が置いたらこんなもんかなって思うやけどな協力して建築するとこういういいことがあるんだな。はあ。なや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 。いやあもうやごめん、俺がマグマ入れたからなそこそれいらないものをそこに捨てたんだよ。いやもう全燃えまくっとるやねんかドッキリかと思った、ドッキリかと思ったまだ早い。ちょっと待って、木育てたら村人が木の中入っても動きやなと。何やっとんの。おい見つけんなよ敏感ポイント何やっとんの何やっとんの。あ何これ、こ何これ、なんかやってんな、なんかやっとんな。さっきからなんか作業してる割には家の方全然形変わらないなって俺思ったんだよねおい下にずっと名前あるなと思っとったんさなそくそしゃがんでたのね。なんかうまく泳げやん。早いな。くそ埋めようと思ったんだ。あっあ出てくる上から引っ張る人持ってきた前も柵か、柵かな、石の柵とかやったら前。あー確かに確かに。
まあ、ああここも通れるんか。あーでも石もありなの、だいぶあり。全周石でいいね。そうです、なんかこのサウナの受付感出るな。あれなんか来てるし。え、あ、本当だ。おお、ろくなもんね。ボロカス。こいつ殺してもアイアンコレム攻撃されやかな。マジでろくなもんってね。マジほんまでろくなもんってよ。ほんとだ、ジャングルのナイギング。あっやばいやばい。アイアンゴーレム範囲攻撃で、あっぶな、唾入ってきた。いや怖い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 。えっ、えっ、いや、なんだ、えっ、アイアンゴーレムロボ攻撃して、なにこれ、唾破壊だから怒った。あ、すげえわ、ガラス張ると。あ、いい感じ。あ、いいね、来てる来てる。正面は完成っしょこれ。もう、まあ、上伸ばせるしね、まだなんなら。何階だってできるな、だいぶ。だったら、なんだったらこれさ、3階をさ、もう仕事部屋みたいな職業ブロック突き詰めてさ。あ、いいな、ただのマンション。え、めっちゃいいやんこれ。取引するため場所を作ったらええな、もう。うん、だったらでも2階が作業部屋で上が根の方がいいか、それか半々か。あ、あれでしょ、現場検証でしょこれ。ああ、現場検証か。現場、俺もやったことあるから分かるわ、これ手錠つながりでさ。お腹へちゃんと突っ込めよ。ちゃんと突っ込めって、その辺は。いや、マジなんかなと思って。マジマジなわけないやろ。まあちょっと今回はね、まあドッキリちょっと失敗しちゃったんですけど、まああれはあかんわ。早かった。いい感じの家が、村人の家ができたという、そんな回でしたね。それではご視聴ありがとうございました。さらばだ。じゃあな、またよ。実はクリエイティブドッキリっていうね、あの、うん、あ、ずれた、ずれた、だいぶずれたな。嘘、ここやったわ、ここ。